皆さんこんにちは。12月4日のおもてなし TV、 本日は、市役所インフォメーションからスタートさせていただきます。本日は秩父市保健センターの門平さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はですね、保健センターから秩父健康アプリのイベントについてご紹介いただきます。まずはじめにこのアプリのご説明についてお願いします。はい、保健センターから秩父健康アプリについてご説明します。はじめにアプリの概要についてご説明します。こちらをご覧ください。こちらは今年の7月より配信をしております秩父市独自の健康管理アプリのチラシです。歩いたり体重や食事の記録をする、体操やエクササイズ動画の視聴などの健康活動を行うことで、毎日少しずつアプリの中のポイントが貯まっていきます。1ヶ月で1000ポイント以上獲得した方は抽選でデジタルギフト、 PayPay ポイントや Amazon ギフト、クオカードペイなどが当たります。日頃子育て、働き世代のお忙しい方にも隙間時間にスマホアプリを活用して、誰でも手軽に楽しく健康づくりに取り組めます。本日は秩父健康アプリをさらに活用していただくため、アプリを活用したイベントを2点ご紹介します。それではイベント1点目のご紹介をお願いします。はい、1点目はバーチャルウォークラリーのご紹介です。こちらはアプリの中でチームに参加して、チームごとの累計平均歩数を競います。チームの平均歩数が増えることでアプリ内のスポットが進んでいく仕組みになっています。皆様に親しみを持っていただくため、秩父市オリジナルの秩父札所コースを設定しました。秩父札所連合会様のご協力のもと、全34番の札所の写真や情報をアプリの中で楽しんでいただきます。実際に札所を巡るのではなくて、日頃の歩数の積み重ねによってアプリの中を仮想的に札所巡りが行える仕組みになっています。参加方法についてはこちらのチラシをご覧ください。12月2日から22日の期間で開催しておりますが、12月8日までは途中参加も可能です。まずアプリをダウンロードいただき、次にポテクマくんかフメリちゃんのどちらかのチームを選択いただきます。それぞれのチームコードが設定されておりますので、アプリの中で登録を進めていただくという流れになります。またウォークラリーにご参加いただいた方限定の抽選で500円分のデジタルギフトをプレゼントします。この抽選は毎月の抽選とは別に行いますので、ギフト獲得のダブルチャンスがあります。まだ参加されてない方はぜひご参加ください。はい、では2点目のイベントについてもご紹介をお願いします。はい、2点目のイベントは1月にボーナスキャンペーンを開催します。こちらをご覧ください。通常毎月アプリ内ポイントを1000ポイント以上貯めた方を対象に、抽選で4人の1人に300円分のデジタルギフトをプレゼントしておりますが、1月はなんと1000ポイント以上貯めた方全員に500円分のデジタルギフトをプレゼントします。ただしプレゼントの対象者は18歳以上の市民に限りますのでご注意ください。抽選ではなく全員にプレゼントとなりますので、ぜひ1000ポイント以上目指しましょう。1、2月は寒さが本格化して外出することもはばかられる時期になりますが、アプリを活用して健康とちょっと嬉しいギフトを同時にゲットしてください。イベントの紹介は以上です。ありがとうございました。では門平さん、最後に一言お願いします。はい、このアプリは皆様のちょっとした隙間時間に気軽に健康づくりに取り組むことができます。楽しく健康づくりをモットーに、これからも様々な企画をしていきますので、ご注目いただければと思います。本日のイベントの詳細はホームページに記載しておりますので、ホームページをご覧いただくか、秩父保健センターまでお問い合わせください。以上です。はい、では本日秩父保健センターの門平さんにご案内いただきました。ありがとうございました。せーの、ジオパーク秩父ちょこっとクイズ、イエーイ。ありがとうございます。はい、本日は秩父健康アプリのイベントについてご紹介いただきましたが、隙間時間にできる健康な体づくりといえば、ウォーキングが気軽にできる運動として挙げられますね。はい、はい、ジオパーク秩父はですね、いくつかのモデルコースをホームページにて掲載しておりますが、そのうちの、素朴な風土に培われた巡礼の道コースというコースを、今回はご紹介させていただきます。
このコースはですね、江戸巡礼古道の一部を歩くコースとなっているのですが、秩父札所13番畑下山次元寺もこのコースの一部に含まれております。さてここでクイズです。13番さんはですね、畑下山次元寺というのですが、この畑下山という名の由来はですね、周辺の地形から名付けられたとも言われております。畑下とは一体何の下のことでしょうか。ちょっと難しいので、はい、ヒントをお願いします。はい、もちろんです。ヒントはですね、13番さんは、夜祭りで出汁が引き上げられる坂道団子坂の下にあるとも考えられてて、その、団子坂はですね、道路が整備される前はどのような見た目だったかなっていうのを想像すると、何の下だったかが分かってくるかと思います。答えはですね、動画の概要欄に記載ございますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、では本日は、12月4日これで終わりになるんですが、もう夜祭りも終わってですね、年末年始に近づいてきておりますが、門平さんは秩父保健センターとして年末年始の過ごし方、注意何かございますか？はい、例年秩父市は夜祭りを過ぎると寒さもかなり本格化してくると思いますので、そうですね、はい、ヒートショックなんかも市内でも結構発生しておりますので、はい、これから浴室を十分温めてお風呂入っていただいたりとか、はい、対策をしていただくとよりよろしいかなと思います。はい、そうですね、すごい運動もしてちょっと体をポカポカ温めながらっていうのも大事ですね。はい、はい、ありがとうございます。では本日、秩父保健センターの門平さんに、健康アプリについてご説明いただきました。ありがとうございました。さあ PR 秩父のコーナーなんですが、今日はすごい方に来ていただきました。思うまい店でもう大変有名になっていますが、みーちゃんに来てもらいました。よろしくお願いします。イエーイ、みーちゃん。すごい、今日も素敵。今日ね、これお友達のくまさんちすごいです。素敵素敵。今日もね、中古の UFO でね、2万5000光年かけてこちらに来ました。参上しました。ありがとう。今日はよろしくお願い、よろしくお願いします。はい、ということでみーちゃん、改めてどんなお店を経営されているのか教えてください。はい、もう店名が一目瞭然なんですけれども、本当のインド料理とカレーの店になります、うん、ね、だからね、本当のね、インド人がね、ホテル出身の5つ星しかもレイクパレスというインドで最高級のホテル出身、バグデッシュランギがヘッドシェフでいます。はい、ということで私もお邪魔したことあるんですけど、本当にいろんな種類のカレーがあって、そう、32種類で、はい、ですごく美味しいし、ナンもまた美味しいんですよね。そうなのね、あれはね、牛乳と卵、企業秘密だいっぱい使ってます。はい、ということで寺尾にお店があるんですが、それで今日は飲んでみかしゅんも、はい、なんか獣かのようにはい、そうですね、この度本当にインド料理とカレーの店のテーマソングを僕が、作らせていただきまして、今日は一緒に来させてもらいました。お、そういうこと。だってすごい1年以上かかったんだって。そうね、そんな壮大なプロジェクトで、壮大なね、みーちゃんがね、もう見ての通りもうね、このキャラが濃いので、そのに負けないように曲をね、頑張って作らせてもらいました。でも感動的なのね、歌詞が、すごく感動的な歌詞です。はい、それで YouTube で今みーちゃんみーちゃんチャンネルで公開してますが、その理由としては、実は日経釈迦コンテストにエントリーしました。お、すごい。ということで釈迦コンテストというのはどんなコンテストなんでしょうか。はい、こちらのですね、日経釈迦コンテスト2025というものに今回、僕がね、本当にインド料理とカレーの店、テーマソング釈迦でもある、それいけみーちゃんを、エントリーさせていただきました。はい、
詳しくはね、こちらの日経社会コンテスト下の方にある、日経社会コンテストのね、あのホームページの方に、載ってるんですけど、まあ、その本当のインドレルと彼の店社会の、それいけみーちゃんのミュージックビデオをね、あの作って、あの本当に楽しいね、わきわきやりでした。そうなの、コックさんと踊ったり、あとこのソングがこの地球に誕生して、でラッキーズというダンサーたちもいます。それは楽しいにお天気の木でラッキーズと言います。そのラッキーズの方々とお楽しみーちゃんでダンシングしてますので、ぜひ地球の方々もレッツダンシングです。やったー、やったまー。あの日経新聞が主催しているこのコンテスト、はいはい、すごくこういろんな方々とこうコミュニケーションを取るなんてことも目的にされてるみたいですけど。そうなんですよね、あの12月、2日から、一般投票の方が、受付開始になりまして、あの、まあね、本当に名だたる企業さん、大手企業さんとかがエントリーしてるね、こちらの日経社会コンテストなんですけど、その中でね、絶対優勝したいなっていうね、意気込みで。そうなの、そうなの、もうね、みーちゃんしか勝たんという気持ちでですねそう、優勝なのね、だから目指してるのはね、うんうんうん、地球一、そして宇宙一で、そうなの、だからよくこれ12組は本選に行けるみたいで、うん、東京の会場に、だからそこを目指すんじゃなくて、ナンバーワンを目指していると本当に言霊でナンバーワンになれると思います。そしてやっぱりこう大手さんがたくさんエントリーしてるんですが、こういった個人の飲食店の底力を見せつけてやりたいと思ってます。おすごい、かっこいいです。すごい、でも秩父からね、うん、それでも皆さん選ばれたら、はい、本当みんな元気になりますよね。そうなの、これね、愛と元気と大爆笑をお届けするソングになってますはい、もうなんかこう聴いてるだけでハッピーになれそうな。あ、そうに皆さん YouTube を見てダイレクトにメッセージをいただいてます、うん、1日10回以上見てると夜みーちゃんが降ってくるとおっしゃってましたすごい、みーちゃんぜひみんなにも降ってもらって。そうですね、うん、宇宙からみーちゃんフレアでしたすごいです。そして三ヶ島はどんな思いで作ったんですか。はい、まあ、本当ね、まあ、さっきも言ったんですけど、あのみーちゃんがやっぱりキャラが濃いので、まあ、どうやっぱ曲がどうしたらいいのかなっていうのをすごくあの考えて、けどなんかそのやっぱ一番こう、まあ、みどりさんのね、あの人柄というか、うん、あの親しみやすさというか、本当みんなをあの元気にするなんかそれがダイレクトに伝わる曲に したいなと思って、あの今回ねこのそれいけみーちゃんっていう、そのワードが出てきて、あのそこからあのみーちゃんのね人柄とかがあのダイレクトに伝わるような楽曲にあの仕上げました。タイトルもいいですね、うん、なんかこうみーちゃんが顔をちぎってこうみんなにパワーをね、そうパワーのダダ漏れなんだすごいです。ということで、はい、はい、シャカそれいけみーちゃん、はい、ぜひぜひ皆さんエントリー皆さんがこうできるってことですね。そうですね、あの、はい、まあ、詳しい概要はもう少しあの時間が経ってからになると思いますので、まあ、詳しくはこちらの日経社会コンテストの、ホームページだったり、僕たちの、ね、SNS の方でもあの随時アナウンスしていきますので、そちらをチェックしていただいて、あの、ね、私見てる方皆さんもぜひあの応援よろしくお願いいたします。はい、ということでみーちゃん、あのなんかダンスのポイントとかあったら教えてください。これはね、うん、みーちゃんのね大好きなものを全部詰め込んで、うん、大好きなカップ焼きそばを食べてるようなシーンとか、あと大好きなお笑い芸人さんのちょこちょこちょこピーとかいろいろね、みーちゃんの大好きなアニメとかそういうシーンも登場してます。すごい、ぜひねちょっとその辺を皆さんにチェックしていただきながら、はい、投票をぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、さあということで、もうなんか冬が感じられる季節になってきましたけど、うん、みーちゃんはどんなもの食べてこう元気になったり風邪ひかないようにしてるんですか。そうなの、そうなの、それはねやっぱりね、うん、毎日カレーもありますよねでみーちゃんはお店を始めて21年になるんですが、やっぱりね皆様の地球の方々の胃袋とハートを幸せにしたいなと思ってます。そしてコックさんも毎日お楽しみちゃんで働いてます。だから美味しいカレーができると思います。すごい、ぜひそんなねみーちゃんの
はい、美味しいカレーを皆さんにも食べていただきたいなと思いますので、はい、あの詳細は、説明動画説明欄のところにも書いてありますので見てください。そしてミカシンはなんか、はい、冬を元気にするためのなんか食べ物とかあったりしますか？もう肉をね、とにかく食ってるね若者らしい感じの3食肉ぐらいなんすごい昨日もめちゃくちゃ肉食いましたね。へー、でお肉でパワーを、はい、はい、それでは今日も面白かったという方、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイキーン。やったーみーちゃん、みーちゃん